さあ続いての試合、おっとはランクアップマッチ出ちゃった。出てくるのは休日出勤入隊、ただひろつばき、社会の闇ですね。まさに前進、お待ちなさい。まあ、この2人は先日のビッグワン対抗戦においてタッグチームの勝利に大きく貢献したといえる2人でありますが、そんな2人の対決、これ非常に興味深い。タクヒロさんも、さっきも言ったけど、光るガチのためにここは楽しみをつけてもらいたいところ。しかし攻めているのはブーサーディー。これではしっかり止まって重力が翼での逃げを阻む。弾と一緒に走ったものを先に触られて刺さっているのはガチマッキーだわ。そしてキャバからまだ入る。やはりニューのコップはとってもかっこいい。これも後ろ足が近づいてからドローの攻めだったからギリギリでしのぐ。ためろバナナはギリギリボディ飛ばせ打つことに成功。こっから捕まえて一気に打ち止めしたいところだが、割となんもない、なんもないけど、とりあえずチャージを貯めて、はい、曲がり出して目どころで刺さっちゃった。どうしましょう、これは残らないでしょう。ゲージもあるし、まずは休日出勤入の勝利。なんか名前を呼ぶたびにすごくかわいそうな気分になるのは何でしょう。お待ちなさい。さあ、タチミツはブロックコンボ、タグヒロツバキ、最初にちょっと食らってはいるものの、ここは一気に攻めていくんで、プラチナが勝って、じゃあ次、カズトオカカ対メリーバレットお願いします。メリーメイクメリメリ君が金を入れた瞬間に試合に呼び出されるというなんとも悲しい事態になっていたんですが、ご了承ください。大会だからすごい。そしてプレイを、これはスタイルグリード一気にまくれるのか。ここから休日出勤が攻める。さあランボ怒りの休日出勤ってなんかそんな滑り台があったようななかったような。さあ手をパチンと叩いてメリ君も大丈夫。ここはバナナを置いて明かり、そしてこれはゴール。もう一回一気にここで畳みかけようというところが、しかし高木を冷静にこれガードしている。ジュナ、しかし充実出勤入も硬い。さあ激圧の勢いはこの重力に阻まれて、これ投げてバーストできない。休日入の勝利です。休日じゃないけど。New 13